払いきれなくなってしまって、すごい借金になってしまった。売りかけですね。全部で500万ぐらいなんじゃないかなっていうふうには思ってます。そう話すのは、ホストクラブ通いにはまってしまった娘の母、恵子さんです。飲食代などの代金をホストが一時的に立て替え、女性に後払いさせる売りかけにより、借金が500万円に膨れ上がってしまったのです。いいです。びっくりしました。なんでそんなにお金がかかるんだと思いました。娘は現在25歳。都内で一人暮らしをしています。2年ほど前からホストクラブへ通っていることは聞いていたという恵子さんですが、借金をしていることには最近まで気づかず、今回悪質ホスト問題の被害者を支援する青少年を守る父母の連絡協議会の設立者源秀盛さんのもとに駆け込んできたのです。っていう話で、こんなにお金がかかるもんだってその仕組みがよく分かってなかった、世界が違くて気づかなかった私がバカだったなと思いました。何もかも知らなかったんだなっていうふうに。シャンパンタワーで100万円など飲食代が高額になった場合、売りかけとして付けにできるため借金はみるみる増えてしまいます。娘は勤めていた会社を辞め、売掛金返済のためキャバクラで働くようになりました。趣味はネイルで、アイドルが好き、欲しいものにはお金を使うという娘は現在もホストクラブ通いを続けており、借金が減っている様子はないそうです。楽しいって言ってます。楽しい、キラキラしてるところだっていうのは、やっぱり行きたくなっちゃうように、それこそコントロールされてるんだろうなっていうふうに思います。女性の心をくすぐるホストの巧みな話術。ホストがささやく甘い言葉に魅了され、ホストクラブにはまってしまった女性がいます。キラキラした発言を言ってくれるんですよね。可愛いねとか好きだよとかって、そういうのってやっぱこんなになんか自分を好いてくれてるんだっていうので、なんかもっと好きになってもらいたいっていう気持ちができてハマり始めたかな。サナさん20歳。2年ほど前からホストクラブに通い出し、これまでに使ったお金は1000万円ほど。現在、売掛の借金は160万円あるといいます。一人暮らしをしてて、両親との関わりがなかったので、だから愛が欲しくて、ホストクラブに行き始めたっていうのもあるかもしれない。親の育児放棄のために児童養護施設で育ったサナさん。愛情に飢え、常に寂しい気持ちを抱えていたといいます。18歳になると、心の空洞を埋めるかのように歌舞伎町のホストクラブを転々とするようになりました。全部で50よりもっといってるかもしれない。自分は好きだけど、向こうにも好きになってほしいっていう思いから、お金イコール愛情っていうふうに言われてたので、金額を使えば使うほど愛してもらえるって思って、どんどんお金使うようになりました。店に通い詰めるうち、手持ちのお金では飲食代が払いきれなくなってしまったサナさん。その時ホストに提案されたのが売りかけです。2、3万の売りかけから始まってどんどん増えてきてました。売りかけの額が、売りかけ返済のため、サナさんは風俗でお金を稼ぐようになりました。
コロナ禍で客が減った時には大久保公園にも立ったといいます。身をすり減らしてでもホストに会いたい、こんな気持ちになったのはあるホストの言葉を信じていたからでした。ホスト辞めた時に一緒に結婚しようじゃないけどずっと一緒にいたいから、今俺を一番支えてほしいって言われたのはすごく印象に残ってます。結局売掛金が原因でそのホストとは連絡が取れなくなり、お金の関係だったと気づいたサナさん。聖母連の助けを借りつつ自立への一歩を踏み出しています。そして500万円の借金がある娘を持つ恵子さんも、娘のホストクラブ通いを止めたいと言います。会社で嫌なこととか親子関係とか、そこをうまく利用されたっていうのは、親子関係がちょっともっと良ければホストに相談するで楽こっちに来るんじゃなかったかとか、いろいろすごくいろんなことを今回は考えさせられました。我に返ってもらいたい。さて、 VTR にも出演されていた恵子さんの娘さんですが、25歳の頃から娘さん2年前ですね、ホストクラブに通い、およそ500万円の売りかけ借金を抱え、返済のために会社を辞めてキャバクラ嬢になりました。そしてサナさんです。18歳の時からホストクラブに通うようになり、これまでにおよそ1000万円を使い、現在の売りかけ借金は160万円。両親との関わりがなく、愛が欲しくてホストクラブへ行き、お金、愛情とホストに言われ、愛してもらえると思ってお金を使うようになったとおっしゃっていましたが、石堅さん、VTR どう見ましたか？まあ、そうですね、やっぱりこのホストに行ってしまうという問題と、それからそこから例えば風俗だったりとか、望まない仕事なんかに行かざるを得ないという状況、これはやっぱり切り分けて考えた方がいいかなと思いますね。入り口と出口という言い方は自分最近よくしてるんですけど、はい、やっぱり入り口はいろんな感情があっていいわけですよね。なんとなく気晴らししたい、発散したい、あるいは愛情をそれこそ埋めたいみたいな。でここに関してはこういう気持ちでホストなんかに行くのは良くないという こういう考え方を まずするべきじゃない。そうですね、自由に、そういうのを楽しむのはいいと。ただ出口としてそこが例えば売りかけにつながっていったりとか、その売りかけが、額が大きくなる、あるいは何なら犯罪組織のようなところとお金が流れているような使い方がされてしまう、こういう出口の方はやはり問題で、このあたりは国とか法制度を使ってしっかり対応していくべきだというふうに考えます。そうですね、このホストクラブに限らずですけれども、寂しいから人と喋りたい、会いたいなっていう、はい、このビジネス自体に別に悪いことではないんですね。ただしこの何にお金を使うのか自由なんですけれども、売りかけというのの借金をさせて、売春を強要するようなケースがあってはいけない、はい、このビジネスモデルは良くないよねっていうことですよね。そして悪質ホスト問題については政府も動いています。11月16日、露木警察庁長官は会見で、女性客を風俗店に紹介して売春をさせた事案などを売春防止法違反や職業安定法違反容疑で摘発しているほか、風営法に基づき店への立ち入り検査を実施していると説明。また同じ日です、自民消費者担当大臣は、消費者契約法が定める行為の感情などを不当に利用した契約、いわゆるデート商法に該当する場合は取り消せる可能性があるとし、周知や啓発を強化していく考えを示しました。そして消費者庁は、ホストクラブとの契約について取り消しが可能かどうかなどの相談については、地方公共団体の消費生活センター電話番号188に連絡するよう呼びかけています。この他にも消費者庁のホームページには相談内容に応じた窓口の連絡先も掲載されています。石堅さん、こういった対策で被害は減らせると思いますか？
まあ、限界はあるとは思いますね、はい、ただこういう対策自体を検討していくことは大事だと思います、はい、でその際に抑えていくべきことっていうのが大きく2つあるかなと思ってまして、一つはあの統一教会問題、旧統一教会の問題なんかでも出ましたけど、はい、基本的には例えば売りかけっていうのは我々もクレジットカードなんかでやってる付けなわけですね。で契約なんていうのも基本的には自由意思でやってる契約で、ただその先にマインドコントロールされてたりとか、強要というのも強要の、まあ、一見すると強要に見えないんだけれども、それをせざるを得ない選択肢に追い込んでいくとか、まあ、そういったものの契約っていうのがいいのかっていう、これあの簡単なように見えて非常に難しいわけですよね。でその時にいやなんか怪しい団体だから規制するべきだ、ホストはなんか悪いから規制するべきだ、夜の街っていうのは全て一律に規制するべきだ、こういう考え方っていうのはそれはそれで危ないわけですよ。例えばあのコロナの時に夜の街あるいはセックスワークみたいなのが非常にスティグマ化されて、はい、あいつらが悪い、あいつらからあの商売なんかは規制していいんだというような声が一時期すごく大きくなりましたけど、あのこういう問題と自由な意思で契約をするということっていうのはきちっと切り分けて考えていかなくちゃいけないというところがまず大きく一つで、もう一つはあの先ほど愛情がない子とかかわいそうな子というようなあのどうしても見られ方をされてしまう女性なんかがよくこの悪質ホスト問題だと出てきますけれども、はい、例えばホストにはまってしまう方、あるいはそこから先のセックスワークに行く方っていうのを自らの意思でそういう仕事をしている人なのか、それともかわいそうな被害者として捉えるべきなのかというのは、これは実はあのジェンダーとかフェミニズムの考え方の中でもずっと古典的な問いとしてあるわけですよね。なので我々が気をつけなくちゃいけないのは、彼女たちをかわいそうな存在としてスティグマ化するというのも、これもこれでやはり別の問題が生まれてくるというところなので、契約の問題、それからこういった被害者をどういうふうに我々が描いていくか報じていくか、こういう問題っていうのを同時に頭に入れながらこの問題に向き合っていく必要がある。確かにおそらくかなり個別で、まあ、事情が違うし気持ちも違うでしょうね、はい、その強要されているのか否かっていうところも違いますし、うん、確かに一律で規制となると、まあ、ただアングラ化してしまうだけですもんね。だから現行法で今のところ対応していくのがいいとお考えないですか。まさにそうだと思います。基本的にはその契約の問題だったりとか、その先の売買収の問題というのは現行法で対応する。でもう一つは最近例えば闇バイトだったりとか悪質ホスト、こういうところのお金の流れというのがかなり注目されてますけど、こういったところはもしかしたら既存のその犯罪組織のへの対応だけではない、新たなこう柔軟なアプローチというのが必要なのかもしれないので、こういったところはあのそこを模索していく必要があると思いますね。特に悪質ホスト問題ですと、まあ、成人したばかりの、まあ、若い女の子が狙われやすいだったりとか、もしかして知らずにこういうことになってしまったっていうケースもあるので、やはりこの引き下げの時にも、まあ、きちんとその例えばカードってこういうものだよって習ったように、うん、まあ、きちんと教育するなり教えておくというのは大切でしたよね。あの本当にそう思いますね。あの特にこの2年間のブランクの時期というのは、ある種その過渡期の若者にとってはかなりこう何が起きたんだろうというような話で、20歳に今までだったら20歳になる、だけど気づいたらそれが引き下がってたので、なぜか急にある日契約できるようになってしまったというところの問題というのは、もう少しこれ議論するべきだったと思いますし、先ほど言ったようにかわいそうな被害者なのか、それとも自らその職業だったり契約を選択している人なのかという、この対立なんかももう少し社会全体で考えておくべきだったのかなと改めて思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。